何でしたっけ、あの怪談師の怪談話怪談怪談話す、さくら金蔵さん、あ違います違います、あのひげが生えてる、あつまみ枝豆さん、あじゃなくて、あの、うん、本当元祖というか怪談の何でしたっけ、え稲川淳二さん、あそうだ稲川淳二さん、そうそうそう、その稲川淳二さんのあのモノマネする、あなな、あそっちもわかんないの、あのモノマネするなんだっけ、ビービー五郎さん、そうだビービー五郎さん、ビービー五郎さんが三又さんと揉めてた、いや知らんよ、